皆さんおはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。2023年9月の10日、東京アントロケ協会ですね、CS 子ども礼拝を始めてまいりたいと思います。心を静めて総学に、心を合わせて主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、今日のこの CS 礼拝を導いてくださり、この場所を与えてくださり、共に礼拝が行えることを覚えてありがとうございます。今日の礼拝においても主を豊かに望んでくださり、深い善を持って、またお一人お一人に豊かに祝福恵み与えていってください。賛美やメッセージ、研究の時やまた証も豊かに与えていってください。礼拝を感謝いたします。すべてお祈りします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではみんなで元気に共に賛美をしていきたいと思います。では一番の初めはキリストの愛を賛美していきます。Thank you.
のお父様、これらの悔い改めの恵みを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。それではイエス様の尊い血をいただきましょう。健康を与えてください。毎日元気に神と共に過ごすことができるようにさらにお守りください。捧げられた献金が行く場合にも豊かに神様の御用のために用いられるように導いてください。この献金の時を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは証しタイムですが、皆さん証しはあるでしょうか？ない。夏休みにどっか行った思い出でもいいけど、ある？あ、さっきのいとこに会った話でもいいよ。いとこに会う。あ、いとこにこれから会うんだ。そっか。じゃあ、なんか、ルーク君はそんなに可愛いぬいぐるみに顔をうずめて、なんかありませんか？
なんかある？なんかないかな。みんな手挙げてんの？どうかな。ある？あ、というとあのなんだっけ、ぐらいの手挙げてるけど、わかるのかな？ないか。じゃあどうし、今日はいいですか？どうしました？あいちゃん、うん、いかが？いかがかな。そうだな。そんなところですね。これこれ。よかったらもう、あ、じゃあ、はい、伝道師に一言お願いします。マッカの証しをしてありがとうございます。私スイカが好きなんだけど、あのスイカをあのうちの実家でなんか毎年結構ね、人数多いからこう丸ごとで買って食べてるのね。で私が実家に帰った時にちょうどその時妹2人で三浦の方に、なんか鎌倉の方かなに行くって言っていなかったので、私でもスイカ食べたいなと思っていたんだけど、でスーパーに行った時にスイカがあって食べたいなと思ったんだけど、いやちょっと待ってよと思って、なんかちょっと神さんにお祈りしたら妹たちが買ってくるって思いが与えられて、それでいやでもスイカもこれを逃したらちょっとまた高くなっちゃうしなと思ったんだけど、でもいやなんか買ってくるんじゃないかって、やっぱり神様が言ってるっていうか、なんかそういう思いが来るなと思って、そのまま買わないで家に帰ったんですね。そしたらなんとその妹たちがスイカを買って家に帰ってました。カイさんに感謝します。美味しいスイカをいっぱい食べていただきました。カイさんに感謝します。感謝しました。アーメン。夏は必ずいっぱいね、いかがスイカとか食べないとね、終わりませんよね。ありがとうございました。それでは稲川牧師にCSのメッセージをしていただきます。お願いします。ちょっとさっと準備をしますので、少しはお待ちください。はいはい、これを下ろして。前に釣り出していいでしょうか。はい、こんな感じでありがとうございます。あとはカメラですね。あ、これだ。よし、あ、これもいいですか。あ、それは大丈夫です。それではお待たせいたしました。皆さん改めましておはようございます。そしてインターネットで聞いてくださってる皆さんもおはようございます、こんばんは、こんにちは。今日はちょっとマイクが故障中で地声でいきますので、よろしくお願いします。で、今日はですね、詩編145編20編20節の御言葉からゴドムとゴモラ、副題は救い出されたロトというタイトルでメッセージをさせていただきます。それでは最初に一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、愛する主様、このメッセージをありがとうございます。どうぞお一人一人によく分かるように聖霊様語ってください。お一人お一人を祝福してください。今日も真ん中に生きておられる神様に私たちは期待しお委ねします。感謝して初めにあたり
イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。ですね、突然ですけれどもクイズです。先週そして、先々週今日もですね、3週間にわたってある一人の人がメッセージの中に出てきます。その人の名前何でしょう。すぐわかる。油ハム。そう、美味しそうな名前ですね。そう、ピンポン。油で焼いたハムねえ、なんか美味しそうな名前ですけど、当たりです。ピンポン。アブラハムが出てくるわけですね。というわけで、今日の話を分かりやすくするために、先々週のところから、2週間前のところからどんなお話だったかなというのをさっとダイジェストで振り返ってみたいと思います。それから今日のお話に入ります。ですね、2週間前からの話はこういう感じでした。まず、ですね、最初に御言葉を拝読するの忘れました。失礼。ちょっとくっつけたのに切れちゃいましたけど、はい、それではせーので一緒に読んでください。見えるかな。せーの。すべて主を愛する者は主が守られる。詩編145編20節。ありがとうございます。でここからですね、先々週からのお話、さっとこんなお話でしたよっていうのを振り返りますね。よいしょ。まずアブラハムのところに3人の人が訪ねてきました。アブラハムは最初その人たちが誰か分かりませんでした。実はそのうちの1人は神様で、残りの2人は御使い天使だったのです。神様はアブラハムと奥さんのサラに、もうすぐ赤ちゃんが生まれると教えてくださいました。旅人の姿をした神様と御使いは話が終わると立ち上がって出かけようとしました。で、アブラハムはこの方々を見送るために3人について行きました。そしてしばらく歩くとソドムという町が見下ろせる場所に来たんですね。そこで神様はアブラハムにこうおっしゃいました。あそこに見えるソドムの町の人たちは毎日悪いことばかりしている。だからあの町を滅ぼさなければならないと考えているのだ。そこでアブラハムはハッとしました。なぜハッとしたかというと、ソドムの町には一緒にハランというところから引っ越してきた甥っ子のロトとその家族が住んでいたからです。なんとか彼らを助け出さなければと思って、アブラハムは神様にこう言いました。神様、ソドモの町にもし正しい人たちが住んでいるかもしれません。もしかすると正しい人がソドモの町に50人いるかもしれません。その45よく知ってました。その50人のためにソドモの町を許してくださいませんか。すると神様は、もしソドムに50人の正しい人たちを見つけたら、その人たちのためにソドムの町を許してあげようとおっしゃってくださいました。もうすでに答えを言ってる人がいましたけども、そうなんです。アブラハムはでもまだ考えました。ソドムはとても悪い町らしいから、正しい人が50人もいるかな。そこでですね、もうちょっと少しずつ減らしていって、アブラハムは次に神様にこう言いました。ソドムには正しい人がもう少し少なくて45人かもしれません。でももしそうだとしたら、ソドムの町を滅ぼされますかって聞いたんですね。すると神様は、よし、滅ぼさないでおこう、その正しい45人のためにとおっしゃってくださったんですね。でも まだアブラムは心配なんですね。そうなんです、正しい人は40人かもしれませんとかですね、30人かも、20人かも、お、正確ですね。で、同じように聞いたんですけど、神様はですね、憐れみ深くその度ごとに、よし、滅ぼさないでおこう、その正しい人たちのためにと言ってくださったんですね。なんとお優しい方でしょう、神様。そしてアブラハムは最後に、神様、もう一度だけ言わせてください、もしかするとソドモの町には正しい人が10人しかいないかもしれません、それでもソドムの町を滅ぼされますか。すると神様は、その10人の正しい人がいれば、その人たちのために滅ぼさないでおこう、
と言ってくださったんですね。このようにアブラハムは甥っ子ロトのために神様に一生懸命お願いしました。神様はアブラハムが何とお願いしても怒らずに周りに深く彼の願いを聞いてくださったのです。今日はこの続きからになります。すみません、ちょっと時々水を飲ませていきます。さて今日のお話スタート。アブラハムの家からソドムの町に向かった二人の見つかりは夕方ソドムの町に着きました。町の門の近くに座っていたロトは見つかりたちを見て声をかけました。もしもし旅の方たち、どうぞ私の家に泊まってください。ロトはその人たちが見つかりであることを知りませんでしたが、旅人たちに親切にしたかったとしたかったわけなんですね。それでこう声をかけました。で、ロトがどうぞどうぞと熱心に勧めるので、見つかりたちはロトの家に泊まることにしました。ロトはごちそうを作っておもてなしをしました。さて夜遅くになるとロトの家の外が騒がしくなりました。ガヤガヤ。なんとですね、そのソドムの町の男たちがロトの家を取り囲んで、ロト、お前の家に来た男たちを出せと言っています。彼らはよそから来たその二人天使たちのことをひどい目に遭わせるつもりなんです。そこでロトが、待ってください、あの人たちは私の大切なお客様ですと言うと、ソドムの町の男たちはロトまでひどい目に遭わそうとしました。そこで二人の見つかりは町の男たちに目つぶしを食らわせ、目つぶしっていうのはですね、つまり一瞬にして目が見えないというふうに。目つぶしってのはこうじゃないの？いろんな方法があるかもしれないけど見つかりさんのやることがすごいパワーだったと思うんですけど、とにかくね、詳しいことはあれだけど、目が一瞬にして見えない、うわーっていう感じにさせられたんですね。そうして、見つかりたちはロトを助け出しました。さあソドムの罪がどうしようもなくひどい状態であることを知った二人の見つかりは、神様の裁きがソドムの町に下るとロトに言いました。それを聞いてびっくりしたロトは、ここで絵が出るびっくりしたロトは急いで娘たちの旦那さんのところに見つかりの今聞いた言葉を見つかりから今聞いた言葉を知らせに来ました。しかし娘の旦那さんたちは、まさかそんなただの冗談ですよとですね、ロトの言うことを信じなかったんですね。だんだん夜が明けて明るくなってきました。見つかりたちはロトに、さあ早く妻と二人の娘を連れて町を出なさい、そうでないとあなたたちもこの町と一緒に滅ぼされてしまいますよと言いました。それでもロトは逃げようとしませんでした。なぜでしょう。町が滅びるなんて本当かなと思ったのかもしれないし、家も財産も置いていくなんてもったいないとですね、もったいないの心が出たのかもしれませんね。そこで見つかりたちはグズグズしているロト、そしてその奥さん、二人の娘たちをグイッと掴んで外に出しました。これは神様の憐れみによると聖書で書いてあるんですね。もう本当に彼らはグズグズしていたので、もう神様はただ憐れみによって助け出そうとしてくださったんです。で続きますが、見つかりは命がけで逃げなさい、決して後ろを振り向かず向こうの山まで逃げなさいと言いました。ところがロトはですね、あの山までは遠くて逃げるなんてもう無理です、どこかどうかもっと近いあの小さな町のところに逃げることをお許しくださいとですね、泣き言を言いました。すると見つかりは哀れみ深く、いいでしょう、あなたの願いを聞いてあげよう、だから急いであの町へ逃げなさいと言ったんですね。ロトよ、あなたがあの町へ逃げるまでソドムが滅ぼされることはない、だから早く町へ逃げなさいと言ったんです。ロトの家族はその町に向かって走りました。
苦しくても立ち止まらずに必死で逃げました。そしてロトたちがスオアルという町に着いたその時、ソドムの町の上にブワーッと火が降ってきました。ゴーッゴーッとソドムの町は燃えてなくなってしまいました。いや、原爆かよ。本当に怖いことですね。神様からの力でなくなってしまったんですね。ソドムの町にはアブラハムが願ったような10人の正しい人もいなかったわけなんですね。10人正しい人がいたら神様憐れんで助けてくれたけれども、10人もいなかった。それでソドムの町は神様の裁きを受けて滅びてしまったのです。しかし神様はアブラハムの祈りを覚えておられ、ロトと家族を滅びの中から救い出してくださったのですね。神様は正しいお方なので罪は放っておかず裁かれます。しかしと同時に神様は哀れみ深いお方で、罪人を哀れみ救おうとしてくださるお方なんですね。神様は私たち一人一人のことも罪と永遠の滅びから救ってくださいます。そのために今から約2000年前、イエス・キリストを救い主としてこの地上に送ってくださったわけですね。そしてイエス様は私たちのために十字架にかかり、罪の裁きを受けてくださいました。ですから罪は悔い改めて、このイエス様を私の救い主と信じる人は恵みによって罪が許されて滅びから救われます。ですからぜひですね、罪は悔い改めて、このイエス様を救い主として信じていきましょう。あとですね、ロトと家族が救い出されたのは彼らの素晴らしい信仰によるのではないんですね。彼らの信仰ではなく、ただ神様の憐れみによる、そしておじさんのアブラハムが一生懸命取り出してくださったそのお祈りによって神様が憐れんでくださったことがわかるんですね。神様はアブラハムの一生懸命な取り出しのお祈りを聞いてくださり、助けてくださったのでした。ですから私たちもですね、家族の人や周りのお友達のために一生懸命神様にお祈りしていきましょう。皆さんのお祈りも一生懸命のお祈りを神様は聞いてくださいます。今日はそういう話でしたけれども、はい、神様の憐れみによって、またアブラハムの取りなしによってルトと家族は救い出されたということを言いました。それではですね、最後に今日の御言葉を一緒に読んで終わりたいと思います。それではせーので、もう一度読んでください。せーの、すべて主を愛する者は主が守られる。詩編145編20節です。はい、ありがとうございます。ぜひですね、憐れみ深い神様にいつもお祈りをして、イエスを信じて主の恵みのうちを共に歩んでいきましょう。ではお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、愛する主様、本当に今日のメッセージをありがとうございます。今日学んだことを心に留めて、いつも救い主イエス様を信じ、罪を悔い改めてイエス様を信じ、そしていつも神様の憐れみを信じて、恵みに寄りすがって神様に一つのことを一生懸命祈って、恵みをいただいて歩んでいくことができるようにしていってください。神様、今日のメッセージをありがとうございます。すべての栄光を神様にお返しします。この後のワークブックもよく分かるように助けてください。神様、感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは立てる方を立ってください。神様にハレルヤを賛美していきましょう。そして祝祷させていただきます。主イエスキリストの恵み、死なる神
神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち児童とともにとこしえにありますように。アーメン、 アーメン。はい、どうぞお座りください。ワークブックをしていきましょう。どうもありがとうございました。